ました。私は施設長の荒木でございます。昨年の4月より藤山前施設長の後を受け務めております。私の方からは今年度法人第4期に入りましたので、第4期での展開というタイトルで少し DS の紹介をさせていただければと思います。これはですね、DS のいくつかのセンター、それから推進室、事務室が入っている立川キャンパスのデータサイエンス棟なんですけれど、この下の部分に書いております、当初設立の目的、藤木コーチも最初おっしゃいましたけれど、大規模データの高度な解析により、科学や社会の課題を解決するデータサイエンスを全国規模で融合的に推進するための共同利用、共同研究の拠点ということで活動をしております。同時に人材の育成等も行っております。矢島先生が使われましたスライドと同じものですけれど、このデータサイエンス共同利用基盤施設になりますけれど、これは1期6年の、第1期にはここで融合の、そうですね、融合のところの研究センターがあったんですけれど、第2期に入りまして、その途中からデータ中心科学リサーチコモンズということで始まりまして、それを受けて第3期2016年からデータサイエンス共同利用基盤施設ができてまいりました。その中でここに挙げておりますような共同研究、あるいはデータ共有支援事業、データ解析支援事業、あるいはデータサイエンスの人材育成というのを行ってまいりました。それで第4期もこれを踏襲しながら、さらに発展させるために、中に拠点の形成を行うということを行おうとしております。それで、これが、法人3期の状況でありますけど、2016年から発展してきたもので、それぞれ実際に設置された時期は異なっておりますけれど、6つのセンターが、我々のデータサイエンス共同利用基盤施設、DS と呼ばせていただきますけれど、その中にございます。4つのセンターはデータ共有支援、それから2つのセンターはデータの解析支援を行っています。ここのセンターにおきましては、この後センター長より説明がございますので、そちらにお任せしたいと思います。それで3期の後半から、第4期、昨年ですね、2022年から始まる第4期において、データサイエンスのこの DS をどのように発展させるかという議論をいたしまして、こういう、図式を作りました。これは機構横断の組織改革ということで、概算要求に用いたものですけれど、DS を中心としてその中にいくつかの拠点を作るということで、さらにデータサイエンスの普及、あるいは共同研究支援等に寄与していけないかというものです。ここを見ていただきますと、設置する組織ということで、データサイエンス教育育成拠点というのをまず一つ、それはここですけれど、統数研と連携してデータサイエンスの教育育成を行う拠点を作る。で、これはすでに2022年、昨年設置しております。それから2番目にバイオデータ研究拠点、これ BSI と呼んでおりますけど、先ほど来矢島先生にもご紹介いただいた施設で、これは遺伝研と連携して、最終的には遺伝研の一部と DS の部分
の関連した施設を統合するところまで持っていきたい。で、単にデータの蓄積するデータバンク、さらにそのデータをプロセスして一般の人に非常に見せやすくするような形でデータを提供して、共通なプラットフォームに入れば、誰でも簡単に種子のデータベースに到達することができるというようなものを目指したいと考えています。それからまだ設置しておりませんけど、可能であれば日本文化ビッグデータ研究ハブというものを人間文化研究機構との間に作りたい。それからもう一つは、我々共同研究とかそういうものを中心に進めているわけですけれど、その共同研究者との間のコーディネーションするようなセンター。また、まだこの DS の中にないような新しいデータサイエンスの領域を含むようなインキュベーションするようなセンター。それを一つにした、研究コーディネーション。エンドインキュベーションセンターと書いておりますけれど、こういうセンターを将来的に設置していきたいと考えています。これもう少しシンプルに書きますと、これが3期、2021年までのものであります。6つのセンターがございますけれど、今期に入って現在までにデータサイエンス教育育成拠点とバイオデータ研究拠点、この2つを設置して現在、これらが機能できるように鋭意進めているところでございます。それでまず、先ほどの教育育成拠点のお話を簡単にさせていただきますけれど、これはですね、昨年の9月1日付で設立させていただきました。これは先ほど申し上げましたように、東数県との連携を中心にして、一つは、人材の育成、もう一つはそういう教育育成プログラムを機構内で、統合するような司令塔となる場所と期待しています。実際にここに書いておりますけれど、データサイエンス教育育成拠点が司令塔となり、当機構の研究所等で実施される様々データサイエンス人材育成プログラムを階層別、あるいは分野の特性に合わせて有機的に連携させて、機構が実施する人材育成プログラムとして統合的に推進するという場所になるようにしたいと思います。特に皆さんご存知のようにデータサイエンスに関する大学の学部等は非常に今どんどんできてきています。ところがそれを教える先生方の数が圧倒的に足りないという状況になっております。そのために国のプロジェクトとしてデータエキスパートを育成するようなプロジェクトが東数県を中心に動いております。ここでは、そのレベルがだいたい修士レベルぐらいなんですけれど、もっと上位の博士課程、あるいはそれ以上のレベルの方を少数でありますけれど、人材として育成して、こういうピラミッドの形で、実際のそのデータサイエンスに関わる教員層、あるいは研究者層が増えていくことを目指しています。それから先ほど述べました、やはり、機構全体の、データサイエンス教育に関して統合的に見れればと考えております。それではもう一つの部分ですね。先ほど来話が出てきております、バイオデータ研究拠点、BSI と呼んでいるんです。これは実は昨日設立しました。2月1日が設立日です。2月1日に、この拠点ができたということであります。で、この拠点は、先ほど少し話しましたけれど、
遺伝学研究所と強い連携を持って、他の研究所、例えば情報研などのご協力もいただきながら進めていく予定になっております。特にですね、ここにこの図を載せておりますけれど、令和7年度には、この遺伝学研究所の先ほども出てきましたゲノムデータの DNA データバンクジャパンですけど、その DDBJ と、DS の中にあります、ここに出てきますけれど、ライフサイエンス統合データベースセンター。これを統合するような形で実際には進めていく。あるいはそれに関連する部分も一体化させるというふうな形で考えております。それによって、実際にデータを集めるだけではなくて、そのデータをどんな人も有効に利用せるような形にプロセスしたり、あるいは種子のデータバンクと連携してつなげていく、利用者が非常に便利に使える、でそれが研究のために役立つというような形に持っていきたいと考えています。これは、まあ、一例でありますけど、今申し上げました DS 施設内に、ライフサイエンス統合データベースセンター、それから DS の中にゲノム解析支援センター、それから遺伝研の方では先ほど出てきました DDBJ センター、あるいは一部情報系のところも含めてですね、BSI というものを作る。で、実際のもっと統合できる分野に関しては今からまだ議論の余地がありますけれど、このあたりは統合していくということが言えます。また、遺伝研の他のセンターとも一緒になり、一緒に、研究、貢献、種子の支援活動を一緒に進めていきたいと考えておりますし、情報研や、あるいは、これは他の機関である NBDC との共同研究とも進めていければと思っております。で、これは、先ほど矢島先生がお話になったものと一緒で、今は機構の内部でそういうものを作るということでありますけど、これ実際にはいろんな連携を通して国内あるいは国外国際連携ですね、そういうものも含めて進めてまいります。さらに産業応用との関連というようなものも進めてまいりたいと思っています。で、これが2つの拠点であります。現在設置しております、設置しました2つの拠点に関してであります。人材の育成と、それからバイオのデータの日本の中心となるようなものを作る。で、もちろんここに来ていただいて皆さんお使いいただければいいんですが、もう一つ我々としては共同研究を通していろいろなところにデータサイエンスの推進を行うと、あるいは普及を行うということがございますので、ずっと、一般共同研究という形で進めております。で、これは一例をお示しますが、2022年度に実際に DS、 私どものところと一緒に共同研究をした機関であります。で、それ一つの機関にたくさんの件数があるところもありますし、少ないところもあります。で、見ていただきますと、例えばこちら海外の大学がこのあたりにありますし、国研、国立の研究所、高等専門学校、あるいはこれは国立大学、公立大学、私立大学、あるいは民間の研究機関等もございます。こういうふうに非常に、バラエティに富んだ研究機関と一緒に研究をすることによって、データサイエンスの推進に貢献してまいるということです。で、この赤色は2021年度に新たに加わった機関でありまして、これが徐々に増えていくことによって、非常にバラエティに富んだものになるであろうと期待しております。それでですね、これ、もう一つは、今現在、
4つの研究機構がございますけれど、総研大を加えて、そこにアライアンスというものを作ると、もう設置されております。で、DS はロイスの中で、特にこのアライアンスの中で、データサイエンスに関する、まあ、促進をするということになっておりまして、まあ、実際何ができるかは、まだ今から十分考えなければいけないのですけれど、データサイエンス、もう随分一般化しておりますので、いろいろな機構の中でもやっていらっしゃいますので、その中の、それぞれ協力すると、新たなものが見える。何かをやりたいとき、どこに行ったらいいかというような、リエゾンの役割のお手伝い、あるいは人材育成のお手伝いですね。そういうものを進める。それは、教育育成拠点の中にあり、に推進室というものを置いておりますけど、そこで DS の中では議論しながら、それをさらにアライアンスに広げて進めていきたいと考えております。それで、これ4機構プラス総研大なんですけれども、目的は決して4機構で終わるわけではございませんで、実際はこの後ろにいろんな研究コミュニティがある。それぞれの研究機構、あるいはその中にある研究所の後ろには、いろんなコミュニティがありますし、その中には普通の大学もありますでしょうし、産業界もありますし、国公立の機関もございます。ですから、最終的にはそういうところにいろんなものを提供するし、あるいは共同研究を通して一緒にやれる。で、それを、まあ、DS ダイレクトもありますでしょうし、アライアンスも使った形でそれを進めることも可能であろうと考えております。これが最後ですけれど、DS のメンバー一同、今ご説明いたしましたように、データサイエンスの推進のために頑張ってまいりたいと思いますので、皆様のご支援をどうぞよろしくお願いします。私からは以上でございます。